はいどうも、ルーでーす。セブンナイツやっていきたいと思います。はい。アリーナ、大混戦中ですね。俺が、マルチレイドを全くやってこなかったから、マスターから全然勝てないですよね。先週もね、なんとかマスワン行って、やめたって感じですね。で、昨日もロージー引いて、ちょっと、別のパーティーの構築も考えたんですけど、ロージーどころか SP が一体も出ないっていうね、初の、こと、初めてのことが起こりました。はい。で、戻しましたね。だから、コルトがね、ちょっと使い方がいまいちよくわかんなくて、まあ、弱点にしたらそこそこ活躍するようにはなったんだけど、結局暴走してスルトと一緒に平成効果でぶっ倒されるっていうのが多かったんで、なあきついなと思ったんで、だったらスクルドの方がいいかなっていうところで、戻しました。レギンレイブ、弱点にして、レギンレイブの覚醒打てばスキル無効1回つくんでね、なのでこれでやっていきたいと思います。ただなぜかニチリの防御が1個足んなくて、おかしいなぁと思ってるんですけど、敏将がね、ちょっと低いので、ちょっとそれだけが心配なんですよね。いきまーす。あ、スルト外してミストにした方が良かったかなぁ。どうして、たまるか、どうして、たまるか。作戦は失敗か。どうしてたまるか。くるくる。下がれ。しゃ、すべてをぶち壊す。すべてをぶち壊す。どうしてたまるか。ここまでなのね。いいね。ナイス。ナイス。ただクリティカル出たから。コルトには全くダメージを与えられない。安全装置解除。始めよっか。かっこいいんだよな。でもコルト、私たちの絶望が一筋の光に。どうしてたまるか。天に平和を。ごめんね。見えてきた光の道が、まあ、コルトが一番最初にダークナイツで覚醒したけど、今後誰がしていくんですかね。やっぱメールキルかな。あの実験好きの男。あ、俺入れてたわ、ミスト。ミスト入れてたわ。抜き合うがいい。己の心の恐怖とな。こうなるとスルトと誰借りたらいいかわかんないんだよな。どうしてたまるか。作戦は失敗。コルトいなくなるとさ、ビンショーパンに勝てなくなるから。あ、ビンショーじゃねえや、バランスパンに勝てなくなるからさ、猿が反射じゃないですか。ぶっ殺されるんですよね、猿に。どうして、たまるか。楽しまないか。すぐに迎えに来るから。絶望がね。そしていつも通りなかなか平成効果を打たない俺たち。おっと、撃たれてしまった。すると、どうしてたまるか。ごめんね、隊長。私たちのここに来て撃たない。天に平和を。下がれ。しゃ、すべてをぶち壊す。どうしてたまるか。希望とは絶望の中から開花するのです。
ネタバレになっちゃうけど、韓国版ではなんかレギンデイブとあの視点体制の絡みが強くなってきましたね。もうこれ 100% ですよね。 OK。 混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。難しい。やっぱ暴走がいるとどうしても時間かかるよね。これが対戦ありがとうございました。私は止められない、止められない、これが俺の使命、止める気がない。どうしてたまるか、どうしてたまるか、問答無用、穴だらけにしてやる。穴だらけだこの野郎って。俺がやられたのか。どうして、避けられた。やっぱ出撃は強いよな。見えてきた光の道が。ナイス。どうしてたまるか、どうしてたまるか、問答無用、穴だらけにしてやる。まだ大丈夫。ごめんね。あれホルトが暴走した。すべてをぶち壊す。どうしてたまるか。だいぶスクルドもろくなったよね。スクルドもあの固くする方法考えないとな。どうしてたまるか。私たちの絶望が。あと新キャラが気になるんだよな。韓国にはいないんだよな。どうしてたまるか。ここまでなのね。新勢力のキャラしかいないからどう絡んでくるか。ストーリー的にどうなんだろうなっていう。殲滅、どうしてたまるか。すまない。これで勝ち確でしょ。味わわせてやる。でもセブンナイツカフェ見ようかな。あれどこ行った。セブンナイツカフェ。どうしてたまるか。楽しまないか。すぐに迎えに来るか。あれ絶望がね。下がる。シャー、すべてをぶち壊す。どこ行っちゃった。セブンナイツカフェが。どうしてたまるか。出るかな。霧の中へ消えろ。燃え尽きよ。取るに足らぬ虫どもが。ダメでした。ローマ字じゃないとダメか。すべてが終わる。ダメだな、なんかよくわかんないけどバグってんだよな。ありがとうございました。あ、ギルベンでした。これが俺の使命だ。私は止められない。止められない。ほら、予知した通りでしょ。止められない。止めてほしくない。どうしてたまるか。どうしてたまるか。メギンレイブいるね。満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。これマジ強いよね。あれあれギンレイブじゃなかった。ミストだった。下がる。シャー、すべてをぶち壊す。スルトよりセージの方がいいかな。たまるか。私たちの絶望が一筋の光に。どうしてたまる
賢き者が勝つことは。これはちょっとフレンド対戦で試してくるしかないな。上級者として戦って。たまるか。頭が希望とは絶望の中から開花するのです。ありがたや。どうしてか。たまるか。畜生。どうして。たまるか。いいぞ制圧攻撃。どうしてたまるか。目標全滅。どうしてどうしてたまるか。見えてきた光の道が。どうしてたまるか。どうしてたまるか。なんか最近ねもう回復機会いらないんじゃないかなって気してきてるんですよね。どうなんだろうね。民衆リーダーをスクルドにしてスクルドに回復負荷つけるっていうのはどうなんですかね。でジェラードを 100% 復活にするとか、そこら辺悩んでるんですよね。なんか最後まで回復負荷をばらまいてもなんかあんま意味ないような気がするんですよね。ただレギンレイブがいる相手にはちょっとまあありかもしれないけど。やっとった。問答無用。穴だらけにしてやる。終わりか。対戦ありがとうございました。あ、この調子で登っていけば、いければいいんだけどね。結構先週とかは、チャレンジャー隊で 50% ぐらいの勝率だったんで。パーティー、自分の使ってるパーティーとコルトの親和性がかなり低かったっていうことなんだと思うんですよね。問答無用。穴だらけにしてやる。避けられる？エヴァン入れるとどうなんですかね。ちょっと見物だな。目標。個人的には入れるんだったら猿かなと思ったんですけどね。避けられる？楽しまないと。すぐに迎えに来るから。絶望がね。終わりか。どうして？たまるか。こんな運命じゃないのに。あとはまあ次来るペット次第だよな。怖いのはただセブンナイツペットってどっちかというと PVE キャラが多いから、次来るとしたらジェイブのペット、ジェオ、ジェオじゃねえや、ジェイブのペットかな。ファイク、ファイクか、ジェイブのペット。問答無用。穴だらけにしてやる。ここまでなのね。どうして。たまるか。すまない。大変ありがとうございました。今のところはいい感じだけど、どうだろうな。秩序と希望に。まあ、一日遅れでやってるっていうのもあるんでね、なんとも言えないですけど。耐久パか？耐久パにやっぱ当たっときたいよね。え？どうしてたまるか？どうしてたまるか？リハクがおる。問答無用。どういうことだ？穴だらけにしてやる。どうして
豚か？豚にしたいってことか。あれ？理性って暴走しなかったっけ？あれ？かっこいいよなこれ。始めよっか。どうして玉が逃がさない。混沌に満ちたこれが強い。秩序を取り戻しましょう。8000の出撃ってやばいよね。あとこれホルトのこれはすごい強い。まだまだここまでなのね。ほらやられた。よかった。大変ありがとうございました。ちょっといろんな意味でパーティー試さないとね。今日はこういう形で5連勝できましたが、次はね、明日とかはマスターに登ったところでできればなと思ってますんで。うん。おすげえ、マオちゃんが7000いってる。最近マオちゃんすげえ頑張ってるよな。触発されるけど追いつけねえよ。ボウ君多分持ってるよねきっとね。ちょっと見るよマオちゃん。マオちゃんなら許してくれるよね。これがこれボウ君か。俺ボウ君持ってねえかな。でもボウ君欲しいんだったら買えって話なんでしょ。あ、終わっちゃったか。ボウ君変えるんだよね。これか。3000円。今の俺では3000円もちょっときついっちゃきついんだよね。まあでもこれ以上苦しくなってきたら買っちゃうかもしんないな。マインクラフトダンジョンズ買っちゃったんだよな。3000円なんですよね、あれ。めっちゃ面白いんですよ、マインクラフトダンジョン。ビビった。まあちょっと頑張るしかないよね。ボウ君なくても勝てる方法を見つけるしかない。日々の実績を積み上げて、そのためにはいろいろ試すしかないよね。だって俺ロージーとロージーだけか貫突してねえの。んどこ？レベル順なのに分からない。そうだね、ロージーだけ。哀れな魂のために祈りを捧げます。神話スキルも貫突は完璧にはなってないんで。哀れな魂のために祈りを捧げます。何がいいのか全く分かんないけど、耐久パンに入れるんだったら固定ダメージ減らすのとかは関係ないよね。これだよね。
強化できっかな。あ、1個はできるな。 SP が腐るほどいるから、まあ上げてあげましょう。哀れな玉。次だよね。だからイリン来てる。あ、ジェブだ、合ってるわ。ジェブ、ジェブはどっちかというと PVP だよね。で、パイクはどっちかというと PVE だもんね。どこ行ったよパイク。リストラされたかな俺に。俺間違ってリストラしちゃったかな。あ、いたいた、いたいた。あれ、やば、パイクがいない、パイクがいない。事件です、姉さん、事件です。パイクがいないです。え、マジで。まあなんかと間違えて売っちゃったんだきっと。あ、売っちゃったってか餌にしちゃったんだ。やっば。保管期限はチェックしてくださいね。あるかな、ペット。あ、ない、ペット、ペットない。やっちった、やらかした、やらかした。まあいっか。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。ちょっとコルトの可能性をちょっともっと見つけたいんだけど、マスター行ってからじゃないと意味ないと思うんで、ちょっとまあそこら辺は頑張ってみます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ルーでした。お疲れ様でした。